一緒にあの欧州に行かれていたということです稼働課含めてあの調査をしております同行者ということです感染が確認されたのは札幌市内に住む70代の男性2人と一方の男性の60代の妻です男性2人は今月ヨーロッパの新型コロナウイルスが流行している地域を旅行していて保健所は2人が旅行中に感染したとみて同行者の有無などを調べています 3人はいずれも軽症ですが、このうち60代の女性には味覚障害の症状もあるということです。道内ではこのほか、アメリカへの渡航歴があり、釧路管内の親族宅に寄生していた神奈川県の女性の感染も確認され、道内での感染者は延べ176人となりました。